この度発売になりましたキラーバーグの23、これについてお話しさせていただこうと思います。まずこれ僕がこういうのが欲しいってわがまま言って作ってもらったんですけど、どういう時に使いたいかと言いますと、トーナメントなんかで水面に魚の意識が向いている、上に意識は向いてるんだけど高浮力のトップをバコーンと大きく食ってくれるっていう状況ではない、下からこうついばむようなバイトが多い、そういう時に使いたくて作ってもらいました。特徴はですね、まず 23mm と小さい、魚からしてみると上から落ちてくる甲虫、かっこよく言ったらテレストリアルですね、だったりとかペレットのサイズ感に非常に近いものがあります。でトーナメントでもレギュレーションで使えるサイズ、その中でルアーとして成立する限界の小ささで作りました。やや扁平な、扁平だけど丸っこいっていう形してます。で浮力がねかなり抑えてあるんです。針の位置が水面下2センチぐらいまで来ますよね。ついばむようなバイトがあった時にしっかりフッキングしやすい、これかなりキーポイントになる、フッキング率が上がるっていうことにつながるので、そういう設計になってます。であとなかなか珍しいのがこのフックアイの位置、一番後ろにあるのが普通だと思うんですけど、一番後ろではなくてややお腹よりトップなので、前後左右どこから食ってくるか分かんないわけですよ、浮いてる状態だと。っていう時にフックポイントがルアーの真ん中に持ってくることができる、これによって少しフッキング率が向上したんじゃないかなと思います。もう一つの特徴なんですけど、ウェイトまで入れてるんですけど、従来のトップではなかなかない設計になってると思うんですが、これなんですけど、まずウェイト入れることによって重くなるので飛距離が伸びる。トップウォーターだとどうしても水面だけでする釣りになりますので、飛距離っていうのはかなり重要になってきます。ここまでです。トップが表層が1個の軸でした、本当はあの発売予定の自分で作ったトップ使いたいんですけど、発売前で使えないんでちょっと他社商品でごまかしてやってたんですけど、あれ使いたかったな、あれ使いたかったな、距離足んないんでちょっと、もうあと 2m 飛べば結構ポコって出るんだけど。今度はキラーバーグ23の使い方についてお話しさせていただこうと思います。まずは力いっぱい遠くまでキャストしていただく、着水音がボディ形状的にすごく美味しそうな音が鳴るんです。丸っこくなってます、これが美味しそうな音が鳴る秘訣ですね。ペチッっていう虫が落ちたとか、例えばペレットが落ちたとか、そういう音を模してます。なので着水直後の反応も大変いい。なるべく着水したらその場から動かないようにキープして、状況にもよりますが 2,3 秒待つ、すぐ動かして食ってくるようだったら、まあ動かしていただいてもいいはいいんですけど、着水直後っていうのが一番バイトが多くなりますので、まず投げていい音をさせ浮かべておく、 2,3 秒の間に食べてくれると思うんですよ、釣れるところに投げてれば。出ましたね。着水して1秒ぐらいかな、置いといたらばっくり食ってくれました。はい、状況にもよりますが 2,3 秒待つ、その後なんですけど、ただ巻いていただくだけでこうルアー形状的にね、結構ねボディにしては大きめのリップ、立ったリップでしっかり水を押すようになってます。かなり大きな
ブリブリっていうボブリングアクションが発生しますんで、2、3回転巻いてもらって、それで魚を寄せてまた飛べる、この繰り返しが基本的な扱い方です。出ましたね、小刻みなストップアンドゴーで結構下から突き上げてきましたね。今のはですね、こう小刻みにロッドアクションもちょっと使いながら強く短くストップアンドゴー、また来ましたよ、ストップアンドゴーですね。で次にちょっとアドバンスドだ高等テク、高等テクとしては、まずロッドアクションを使ってかなり細かく移動距離も抑えて動かすことができるので、例えばストップアンドゴー単調な動きに反応がしづらくなってきた、水面虫を意識してるっていう時にかなり有効になります。キャストしてしっかりラインスラックを取って細かくロッドで震わせてやる。移動距離を抑えつつ波紋で魚を誘う、でたまにこう止めてやる、誘ってタイミングを見て止めてやる。来ましたね、まあ、ロッド小刻みに動かして水面をもじもじさせてからポーズでドカンでした。もじ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 止める、で魚を集めて止める。ほらまた来ましたよ、ういで同じように虫を意識している時に有効なテクニックなんですけど、こうウェイキングとかバジングとか言われるもの、この差を立てて水面をゆっくりずっと巻いてくる。まずキャストしていただいて竿を上に上げて糸を水につけないようにゆっくり巻く。この時波動が出る限界のスピードで巻いてやる。そうすると水面を浮かしようとして暴れてる虫みたいに見えたりとか、マスからしたら美味しそうに見えるんでしょうね。これがよく釣れます。でルアーが手前に来るに従って竿を少しずつ下げていく。糸が水面に対して入る角度がなるべく同じになるように、そうすると同じ動きがずっと出せますので。次にキラーバグ23投げていただくにあたってタックルについてちょっとお話ししたいと思います。僕の場合はですね、アルチザンの 62MH、 これにラインが肝で SL ラインなんですよ。なんで SL ラインかっていうと、例えばクリアウォーターの釣り場、こうトーナメントとか休日プレッシャーがかかってますよって時に、いや操作のことを考えると P ラインの方がいいんですよ。いいんですけど、P ラインだと糸バッチリ見えますよね、魚からも見えますよね。となるとやっぱりプレッシャー与えてしまうので、
透明なエッセルライン、これを使いたい。でエッセルライン使うにあたって P ラインよりはやっぱりどうしても伸びがあるので竿が肝になってきます。僕の場合使っている MH だとしっかり操作性がある、なので多少伸びがあるエッセルラインでもきっちり操作してフッキングまで持ち込むことができるというタックル、まあ、僕のおすすめはこれです。カラーなんですが全部で10色、王道のクリア、あとクリアの派生系ですね、マットクリアですとかラメが入ったクリアっていうのが全部で4色、あとは色がついたものありますが、僕のお気に入り、まあ、やっぱり王道のクリア、これはもう説明不要だと思います。トラウトのトップといえばクリアと、次がクリアオリーブです。クリアウォーターのポンドで、例えば下に藻が生えてるとか水草が生えてるとか緑要素があるクリアウォーターかなり釣れます。で次がマットレッドグロウ、トップでグロウと思われるかもしれないんですけど不思議と釣れるんです。あと何よりも視認性がすごくいい、表面もザラついてますしマット系なので水面に浮かべた時に白っぽく見えて視認性が高いので遠投した時なんかもよく使います。